こんにちは、クラブクワトロです。お前がかこんにちはお前がクラブクワトロだったのか、バレたかおかげさまで反響がね、うん、すごい複数の反響が複数はありましたね。ありましたね。はい。もう嬉しかった。やっぱりね、複数ないと。複数ないとね。僕らはね。そうそう。もうあんな一票じゃ動きませんよ。しかもね、偶数。二票だ。絶対二票だ、これ。もう本当にね、もう残酷だよね。あの何あのカウントってやつですか。あの、なんか250人ぐらいらしいですよ。あ、そうなんですか。はい。会社、倒産しちゃいますよ、このまま。そうだよね。はい。というわけでですね、はい、YouTube チャンネル、こちらでやっていますのが、はい、レコード会社を作る。そうなんです。レコード会社をね、はい、作ろうということで、はい。ついに、ついに、会議室を取ってもらいました。もうやっと会社らしくなりましたよね。もう何だろう、前回のあそこ会社じゃないもんね、あれね。あそこはね、うん、まあね、あそこはちょっと立ち話みたいなね。そうそうそう。はい。やっぱね、今日はこれ気分が全然違いますから。全然違います。会社。もう照明も違いますし。はい。いいね、この薄ら寒い。薄ら寒い。このオフィスらしいね。本当に。オフィスな感じ。誰もいない。なんで僕らってさ、人がいない時の会社とかさ、そういう場所でやんだろうね。まあ、邪魔だからなんて。ちっちゃい。でもそういう意味では、うん、流浪の番組と一緒です。あ、はい。はい、安心、素晴らしい。安心できますね。ということは、そのぐらい続くということですね。はい、やっと、終わりました。どうしたらいいんだろう。というわけで、今回、まずは、ひどいですよね。レコード会社名を募集するっていう。うん、ああ、でもやっぱね、みんなでこう、喜びを共有したいんで、うん、僕らが勝手に決めて押し付けるのもまずいじゃないですかね。いやー、良くないです。このね、今、うん、自由の国、日本にあって、うん、こんなことしちゃいけませんよ。そうですよ。民主主義で。民主主義ですよ。でも民主主義なんですけども、すんごい数しか来てませんよ。複数で偶数。はいですよ。はい。いいと思います。現在のね、ここまでの統計でいいですか？はい。ここまでの統計ですよね。はい。2通。はい。すごいでしょ？でもこれは昨日までだよね。そうですね。うん、今日からも来るかもしれませんからね。今日はもう朝からすごいみたいですよ。でもそんなに待ってらんないでしょ。あれですよ。はい。かっこいいだろう。クワトロレコード。ああ。もう、この会社名はどうですか？いや、かっこよくないんじゃないかな。かっこ悪いだろ。そうそう、俺ね、かっこいいって。そう。ダメなんですよね。あれも、どうなんですかね。恥ずかしいですよね、かっこいいって。そうそうそう。うん、かっこいいって言って、早川義雄さんみたいになっちゃいますけど。かっこ悪い。ね。うん、ああ、そうだ。なんでかっこ悪いんだろうってなっちゃいますもんね。かっこはやっぱ、かっこつけようとすると、絶対失敗するじゃないですか。うん、そうですよね。そうそう。俺今、こう、片手でこうやってるんですけど、うん、かっこいいですよ、それ。これ、かっこつけてるわけじゃないですよ。こっちの、今、あ、右手が、鎖骨が折れてて、上がらないんですよ。そうだった。すごいっしょ、これの。あ、大丈夫ですか、これ。ダメでしょ。ダメですよ。すごいね。でも右手じゃないですか、それ。右手ですよ。だから、絵もね、うん、字も書けないんですよ、今。書いたら痛いんですか？痛くて痛くて。あ、じゃあ書かせよう。ひびはね。まあ、でも本当ですよ。かっこいいっていうつもりですごい。うん、僕らの世代って、あれじゃないですか。かっこいいって、うん、なんか、角にしてる人がかっこいいじゃないですか。うんうんうん、すごい、なんか、もう、大酒飲み。ああ、ね、大ぐらい。うん。とかなんか、そうそうそう。なんかこう、尋常じゃない人もいいじゃないですか。そうそう。もうすごい飲みすぎちゃった。うん、うん。もう、この間。もう、全然、前後深くぐらい。で、安西さんとかね。うん。白根さん、なる？たまになる。
自分のことになると声が小さいって。まあでも本当そういうかっこいい時代、そういうのはかっこいいっていうか ね、あのこう、そうなんですよ、何か 適度とかそういうのがあんま良くなかったです。あとおしゃれとかね、おしゃれとかね、おしゃれ、嘘、お二人が作るおしゃれでかっこいいレコード会社になるのは間違いない。あの豪快だな。おしゃれをどう破壊するかに何十年も頑張ってきたじゃないですか。本当だよね。おしゃれってさ、大体かっこ悪いって思うね。そう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 。世代的に。うん。何にもしないでって言いながら揃いの揃いの方で着てんのはもう、 もうすでにダメだよ。おしゃれ意識してますよ。ね。これおしゃれじゃないよ。あの単にエリガンだけでね。だからこの前の放送を見て、うんうん、さんの感想ね。そう、俺たち襟が足りないなって思って。襟を正すじゃなくてね。そうそう、正す襟すらない。そうそう、こんな襟もない人たちに何を期待できるのかなみたいな。そこだよね。そうそう、やっぱ襟は欲しいなっていう思ってたんですね。思ったら今日安西さんがね、うん、こんないっぱい立派な襟のついた袋を持っていてくれて、僕もだから何か足りないなと思ったんですよ。うん、というわけで他にも来ます。はい、はい、これは何ですか。あ、10円くんだ。10円くんからフリスビーレコード投げて遊ぼうだって。なんだと。かやろー、失礼な、レコード会社を舐めてんじゃねえよ投げちゃダメだろ、投げちゃダメだろ。しかも犬が飛んでって加えるんですよ、俺たちのレコード。犬が危ない。もうかなり悲惨なことになりますよ。そうですよ、動物愛護的な点から言ってもダメですよ。そうだよね、これはダメだ。フリスビーレコードはダメですね。ダメですね、これね。うん、もう一個あります。もう一個ある。え、何？コメントで。お、本当だ。ワイルドイーグルスレコードって俺の中学の時のバンドの名前じゃん。俺の中学の時のバンド、GS なんですけどね。ああ。GS なんですけど。GS 頃ですもんね。はい。そうなんだ。すごい気に入ってんだけど、中トロレコード。そうそう、クワトロで中トロね、うん、クワトロの中トロはいいですよね。速くていいですよ。もうあの猫がね、蓄音機を、そうそう、これお醤油中トロ、あ、中トロお醤油、お醤油、あれ帽子かぶった人かと思ったら自分で書いてるあれあれでしょ、ちくわぶでしょ、スピーカーじゃなくて。そうです。美味しそうでしょ。ちくわ、穴の開いてないちくわ。そうですよね。ああ、いい。いや、でも中トロレコードいいっすよね。これも、このものアボカドも美味しそうじゃないですか。アボカドじゃない。アボカドじゃない。これ、中トロ巻き。中トロ巻き切ったのか、これ。こんで切ったんだ。もうね、これはだから、うん、あれですよ、アップルレコードみたいな。アップルレコード、うん、もうアップルレコードでもいいかもね。いいかもね、うん、もうないんでしょ、あれ。アッパレレコード、アッパレレコード絶対誰も入りたくないそう、ね、やっぱりこうみんながあそこからデビューしたってことを人に言いたくなるようなのがいいですよね。だよね。あんま恥ずかしいと、うん、僕そこの所属なんですとかって言いたくないじゃないですか。そうですね、確かにあるよね。ありますね、そういうのは。あの、言わない人いますもんね。うん、あトロレコード、シュートのレコード、かっこ悪いからやっぱり。そうね、だからちょっと音楽が、音楽性が絞られちゃうかもしれないですよね。うん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 。いやでもね、中トロって可愛いなと思ったんですよ。そうですよね。オッケー。中トロさ、あのアルファベットにしたじゃないですか。うん、あれはどうですかね。こう頭悪そうな感じの。そうか。右手ダメだった。え、頑張れ。これ。それこれだったらいいじゃないかな。うん、株式会社中トロ。あ、オッケー。ね、うん、
知らない自分を持ちます。ありがとうございます。株式会社中トロはどう？あ、いいと思います。これ、うん、これだったらあるか、ある絶対ある。もう登録されてる。ちょっとなんかググってしてみて、ひょっとしたらもうすでにあるかもしれないじゃないですか。大丈夫です、中トロドットコムありません。やったー、行くか。中トロ行きます。やった、すごい。やった、中トリアル。中トリアルってなんだっけ。練習か。あ、全然意味なかった、意味ないこと言っちゃった。全然、まあ、いいですね。中トロ、トロ、中トロはちょっとしばらく中トロでやってみて、やりましょう。はい、あとロゴもね、僕この通りでいいと思います。これは良くないんじゃないですかね。やっぱこの左手で描いた感じがですかね、うん、だからこれに安西さんがなんかもう一つなんか気の利いたものが、気の利いたものやっぱり物足りないと思ってるロゴってそういうもんじゃないから。そうですよ、この下にビールとかがあんで立つんですよ。もうだってあ、じゃあもうこれでいいんだいいんだ、ね、いいんだ。いや、やった、うん、よし、すごいいいじゃないかな、もしかして。バランスとか知り合いさん、ちょっと左手で描いてみて、うん、あんま変わらないの右手と左手わかんないよ。最近ね、なんかすごいんだよいた、ごめんごめん、ごめんなさいあれ、描けないかこれ。かっこいい、かっこいい。もうわかんない。ちょっと見せて見せて。いや、なんかね、よくわかんないんで。右左の感じとかが。ああ、でもすごい。僕さ、よくさ、ほら、なんか、旗あるじゃないですか。こう、チンスコーとか書いてある旗が、ヒラヒラってなって裏側になると、さ確かにそんな感じ。へえ、かっこいい。これ読めないし。もう途中で諦めてる。いや、ここまでは頑張ったんですよ、割と。わかんないけど、これ、ちょっと、あれだ。これで行きましょう。いや、こっちは、これだと、だってあれだもん。あれだもん。K-POP とか行けそうじゃん。K-POP って、なんかちょっと、アングルっぽいじゃん。なんかもうちょっとカクカクしてんじゃないかな。大体、サだからね。そうなんですよ。サなんですよ。サルカフ、サルカフェみたいな。はい、じゃあこれというこれ安西さんとこれがいいと思います。な、割と強固、まあ、ギリギリ読めるところで、うんうん、とりあえずこれをこれで、はい、これからもしいろいろ応募してくれる人にはこれでステッカーを作って、そうね、であちこち貼ってもらいましょう。うん、迷惑だね。怒られるね。うん、こんなのあったら、あ、はい、もうね、これでちょっとしばらくは頑張って。こういうのさ、こういう音符一つ入れるとか、どう？入れて。そうするとさ、ちょっと音楽レベルっぽくなるね。さすが。さすが。もうなんか急に、会社が明るい会社になった。明るい会社だったよね。楽しい。遊び心がいい。ねえ。ちょっと浮かれてんなって感じ。ちゅっとくるって言ってる。そうだよね。で、うん、さっきまで中トロだったのにね。そうそう。中トロって。あ、もうそれ上がってるだけか。そうそう、いや、いいな。大体いつも僕、お寿司とか行くと中トロ最後なんですよ。変な人。高いからさ、最後に1個だけ中トロ食って、おしまいにしようと思って。本当、うん、その最後はなんか穴子とかさ、うん、あるんじゃないの？穴子はあれはデザートだから。甘いし。最後にだから締めるんじゃないの。あ、そうか。なんで、やっぱり寿司屋みたいなね、俺たちの考え方。だって中トロはしょうがないよね。やった、はい。というわけで。じゃあこれで、はい。このポンプ付きで。はい。というわけでよろしくお願いします。ありがとうございます。あ、もうダメだ。あ、いて。鎖骨に響くぜ。DJ、DJ、グキ、俺しか聞こえない、その音。その DJ の音、俺しか聞こえない。鳴らしてみてえぜ、とかね。鎖骨が鳴るぜ。よし。というわけで、はい、引き続き、レベル名や会社名のアイデアもお待ちしてる、はい、ということでいいですか。いいのあったらね、すぐ変えてます。はい。
ね。住んじゃいますよ、はい、というわけでですね、クラボだってもうダメだ今日は回ってねえな、うん、クラブカートロ YouTube チャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いします。